抜群のビジュアルと圧倒的歌唱力で、ストーンズでも常に上位の人気を誇る京本大我、京本大我さん。また、ストーンズ中でも一番の美しさを誇り、ファンからも姫と呼ばれているほどです。今回は、そんな京本さんの美しい理由と秘訣を探るべく、メイク法や化粧水、美肌作りを徹底的に調査し、詳しくお伝えしてきます。京本大我のプロフィール、愛称、キョモ、大我、キョウモッちゃん、姫、キョモ姫など。本名、京本大我、生年月日、1994年12月3日。身長、174cm。血液型、B 型。入所日、2006年5月4日。メンバーカラー、ピンク。最終学歴、堀越高校卒。目次、京本大我の美しい白い肌。メイクはアイラインが命。愛用化粧品や化粧水は、京本流、美肌の作り方。京本大我の美しい白い肌。冒頭でも触れたように、京本さんというと、とても端正なビジュアルをされていますが、同じぐらいに肌の美しさも光り、ファンの憧れとなっています。通るような白い肌は、とても男性とは思えないほどで、普段から一体どのようなスキンケアを行っているのでしょうか。さらには、普段からどのような化粧品を使っているのかも気になるところです。次項でさらに詳しく掘り下げていきます。メイクはアイラインが命。京本さんの美しさは、そもそもが遺伝によるものも強く、父は俳優の京本政樹さん、そして母も昔アイドルをされていた山本博美さん。京本さんは、どちらかというと母親似でありますから、美しさや姫と言われる可愛さには納得がいきます。もちろん、父親に似ていたとしても、かなりの美形であったことは間違いありません。そんな両親を持つ京本さんですが、自らの努力によって美しさをよりアップさせていることがあります。それが、アイメイクです。ファンからも、美しすぎる、と絶賛のアイメイクですが、中でも京本さんのアイラインはプロ級の腕前とも言われるほどです。愛用化粧品や化粧水は、アイメイク以外の愛用化粧品や化粧水についても調べました。すると、残念ながらあまり詳しいことは分からず、しかも驚くことに、スキンケアなどの美意識は以外にも低いことが判明しました。というのも、京本さんはあまりスキンケアには興味やこだわりがないようで、化粧水をつける程度だということです。最近では、美意識が高いジャニーズタレントも多く存在していて、京本さんもそのうちの一人と見られがちですが、どうやら違ったようです。それはファンも周知の事実のようですが、それでいてあの美肌ですから、やはり元々の素質の賜物といったところでしょうか。京本流、美肌の作り方。最後は、京本さんのような美肌を作るポイントをご紹介します。先述したように、普段のスキンケアは化粧水を毎日つけるだけ、という程度の美意識であり、正直拍子抜けするような事実でした。何度もお伝えするように、やはり京本さんの美しさや美肌は、もともと備わっている天性のもの、遺伝によるものということの証とも言えます。しかし、これまでの京本さんの発言の中で、一点気になるポイントを見つけました。それは、毎日ミニトマトを食べることです。トマトは栄養価がとても高い、もちろん美肌効果も期待されますので、もしかしたらこのミニトマトが美肌作りの鍵かもしれません。他にもいろいろと調べてみたら、次のような興味深い事実もわかりました。ニキビは放置、とある美意識対談の中で、ニキビについて触れることがありましたが、他のタレントがニキビができたら皮膚科に行くという中、京本さんは違いました。京本さんの対策法は、ズバリ、放置、です。気にして触ってバイ菌が入ってしまった過去を教訓に、ニキビができたら皮膚科にも行かずに放置しているそうです。
ストレスをためないこと。夜中にカップラーメンを食べたり、ハバネロの激辛ポテチを平気で食べたりするという京本さん。やはり、全然ケアについては意識されていないことがわかりますが、京本さん流のポイントは、ズバリその、気にしない、ということのようです。つまりは、ストレスをためないということです。夜は何もやらない、わざわざ洗顔もしない、という驚きの事実ですが、これから年を重ねる上で、やらなきゃ後悔するかも、とは思っているとのこと。ただ、まだそのスイッチは入っていない模様です。その対談では、他のジャニーズタレントから、もともと持っているものが違う、とごもっともな指摘をされていますが、まさにその通りです。それぐらいに、羨ましすぎる美肌の持ち主でありますが、これから年をどれだけ重ねても、その美肌はずっとキープし続けてほしいものです。活躍同様に、京本さんの肌についても引き続き注目をしていきましょう。